日本北海道札幌市と予ひらく、みその札幌市営地下鉄東方線、みその駅環状通のリンゴ並木みそのは、北海道札幌市と予ひらくの地名。みその1条からみその9条に1丁目から8丁目が、みその10条及び、みその11条に4丁目から8丁目が、みその12条に6丁目から8丁目が廃される。 郵便番号は062の0001から062の0012。主に住宅地として利用されるが、豊平区内郵便物を取り扱う豊平郵便局があり、また地内を縦横に走る国道36号や環状通が交差するなど、区内の交通の要衝である。北で、白石区東札幌、東で、月下中央通、月下村月下西。 南で豊平区役所の置かれる平木市、西で豊平警察署の置かれる豊平と隣接する。1910年に豊平町のうち1902年まで豊平村だった区域が札幌区へ編入された。三園も旧豊平村に属したが商業地下が進んでいた旧豊平村の他の地域とは異なり農業を中心とした地域であったことから、 同じく農業を主要な産業としていた、旧月間村、旧平岸村と共に、豊平町に残ることとなった。カキの栽培農家が多くあり、花畑が広がっている様が、花園のようだったからと言われている。地下鉄東方線豊平公園駅も利用することが、できる。ありがとうございます。